ダチ料理とは、ブータン料理に属し、広く、ブータンで食べられている、チーズ料理の総称。エマダチや、ケワダチなど、多くのバリエーションがあり、ブータンで広く食される赤米たる、ブータン赤米と一緒に食べられることが多い。ダチ料理とも言う。エマダチとは、唐辛子とチーズを用いた、国民食のような料理である。ブータンでは、唐辛子は、香辛料として、使うのではなく、 野菜として食べる。ブータンに唐辛子が伝来する前は山椒などを使っていた。この料理を含め、ブータン料理は世界一辛い料理と表現されることもある。作り方は、唐辛子を火にかけ、少量の水とチーズを入れて煮た後、トマトやニンニクなどを自分の好みで入れてさらに煮る。1日3食エマ立ちだという、ブータン人も少なからず存在する。外国人向けホテルでは、 辛味があまりないものを販売している。ケワダチは芋とチーズの煮込みである。ケワはゾンカゴで芋を意味する。唐辛子を主たる具とするエマダチに比べて辛さは控えめである。ブータンのあまり肥沃ではない国土に合うジャガイモが伝統的に栽培されてきたことがこのような料理が生まれた一つの理由だとも言える。ありがとうございます。